37ミリの巨大牌を使って一人麻雀やってみたいと思います。普段手積み麻雀はだいたい25ミリ、26ミリのどっちかです。雀荘で大きな牌だと28ミリ、これは37ミリです。このカメラのちょっと大きすぎて横幅がすごい取るんでカメラに映すのが大変。一応さっきテストを繰り返してこのくらいだと映ってるんで、少し斜めにして横幅を、このくらいの大きさです。ちなみに普通の牌はこうなんで、まあ 1.5倍、まあ全部大きいですね。全部大きいのでこう扱いに難しい。プラス今ちょっと変な体勢で打ってます。自分の前に台を置いて台を抱きしめるような感じで両方の手を伸ばして、で牌はこれ斜めになってます。どうしても場所を取るのでちゃんとカメラに、あとはこの辺のスペースが、この辺のスペース作るのが難しいです。うん、ずっしり重い。9層。大きいですね。ちゃんと端から端まで映るようにカメラをうまく調整しながら。重たいのでちょっと今変な体勢なんで牌を普通に触れないんですが、こういう持ち上げるのもパワーがいります。これは中国の麻雀で、中国の麻雀牌はだいたい35とか、日本の麻雀とは全く違います。ルールが違います。昔ワールド、なんだっけ、ワールドなんたらのルールを勉強するみたいな感じで、中国麻雀のルールと役といろいろ勉強した経験があるんですが、ちょっと忘れました。まあ役がリャンアンコウとか、いろいろ日本にはない麻雀の役があって、またはフリテンロンありとか、ツモでもロンでも3人で払うとか、全くルールが違います。ちょっともうこの辺みっしり、少しのスペースもないので、3ピン、まあ、両手で掴むぐらいでちょうどいいですね。掴むくらいで、普通の牌はこんな小さいんで叩けますけど、これは掴む、持ち上げるって感じです。差し子が見えます。まあルールは普通の遊びで中国牌を使っただけで、一人麻雀は普通のルールでやります。中国麻雀の初はこの右側が股、日本の初は右側が弓矢の矢なので少し漢字が違います。もう捨て牌も、すべて捨て牌を移そうと思うと結構大変なんで、差し子ができたらいいなと。ちゃんとができた、あとは数ピンから引けば差し子。まあこういういろんな牌を使って遊ぶと。以前これでツバメ返しをしてみる、ホテ返しをしてみる、ちょっとホテ返し、ホテ返しは隣に牌があった方がやりやすいですね。本当に2枚だけでホテ返しよりはこっちに牌があることで、この左の力も少し借りれるんで、ここにこう牌が2枚固定されてあると、多少左に押してもこう固定されるんで、
やりづらい。そもそも分厚いので厚さがあるので、この手の中に2枚の厚さを入れないといけない都合上、まあまあできなくもないですけど、分厚いんでやりづらいです。刺し子、皮が 6×3 なんていうのは日本の麻雀で生まれたもので、私は手積み時代もうこんな感じでした。普通の麻雀でも 6×3 なんて、そんな何綺麗に並べてんのぐらいのことを言ってました。心配せず、吐いて脳天倒すのもちょっとスペースがなくて左手が使えないって意味で、体は前に前のめりダメ、ただ手は前に出さないといけないっていう変な感じの体勢なんで、半分もこのスペースの上に半分も牌を置いておけないので、机の外に牌を半分以上押し出してなんとか取ってるような感じです。4つの牌はまあできるか。ちなみに白は枠でフレームで囲まれてます。中国での白、本当にあの日本麻雀みたいな白は多分ないと思いますが、まあ、あんまり扱い触る機会がないので少し慣れないっちゃ慣れないですね。こんな感じ。3377。あ、1枚積もって難切り。さすがに2枚飛ばし小手返しは、くそ。手が大きければもしかしたらできるかも。南、いろんな台湾とかの牌も32ミリとか、少し大きいと34ミリ、まあ30ミリとか、日本だけだとちょっとじゃ大きな牌、雀荘で使ってる牌で28ミリ。まあそのくらいだと思います。37ミリは、まあ、中国でもメジャーかわかんないです。まあ、麻雀プロがよく、世界麻雀大会、ワールドオブなんたらっていうのに、参加するなんてことでよくニュースなってますけど、まあニュースっていうか一部の人にだけニュースなってます。賞金7000万円、総額7000万円のなんか大会みたいな。もちろん日本麻雀じゃないのでルールは覚えないといけないですが、そこで使われてる牌も確か37だった気がするかな。すごく扱いづらい。もう切り方もこんな縦切りなんてしなさそうですね。現地の人はもうこんな感じで。あとなんか血、泣いた牌も、泣いた牌も右じゃなくて左に置くとか、そもそも、もうこんな感じです。こんな感じ。血。振り点も論でできます。日本麻雀はあれはあくまで日本でしか通用しない麻雀なんで、ただ日本麻雀が一番私は面白いと。世界の麻雀知らないですけど、日本の麻雀が一番面白いと確信してます。
一応イーシャンテン、お、あった。ちなみに中国麻雀は役がない、役なしのチーソーマッチ、これでも論できます。ただ限りなく点数が低くて1点だと思います。1点論、あ、論じゃない、ほうかな、ふうかな、ちょっと昔覚えてたんですけど忘れましたけど、独特な読み方があります。これでも論、ただ限りなく点数が低いので本当に場を流すためだけの上がり、もちろんリーチなんてないですね。ただこれは日本麻雀のルールやってやってんで、リーチチーソー待ち、あ、これはもう私の癖なんですけど、ちょっとこんなでかい牌で説明することじゃないんですけど、なんかリーチかけた後にこっちに自分の当たり牌を待ち置くのは嫌なんで、よくこんな風に自分の待ちをできれば左側に持ってくる癖があります。こうやってこんな感じに待ちをこうできれば左の方に寄せる癖があります。おっしゃ、一発来ない、ロン、ドス、重い、重いですね。ロン、ドカっていう重さがあります。37ミリ、触ってみました。もう全部が違うんで、厚さ、長さ、全部違いますね。まあ、とりあえず大きいと、こんな範囲でやってみました。どうもありがとうございました。質問。